数読。数読は、33のブロックに区切られた99の正方形の枠内に1から9までの数字を入れるペンシルパズルの一つである。ナンバープレイス、ナンプレとも呼ばれる。このパズルそのものは1980年代から世界各地のパズル愛好家には知られており、日本においては1990年代後半以降、 専門誌も創刊されていたが、2005年にイギリスで大衆層を巻き込んだブーム起こり、外国のブームを追うように2006年から日本でも連載する新聞や雑誌が10前以上に増加した。世界パズル選手権では、スケルトンやお絵かきロジック、その他様々なパズルと共に数読も毎年出題されている。 数読という故障は、数字は独身に限るの略語で、日本国内においては、日本のパズル制作会社に、コリの発行するパズル雑誌、パズル通信にコリをはじめとし、同社の関与する媒体で使用される名称。同社によって、商標登録がされており、日本国内においては、同社が制作に関与していないものについては、ナンプレ、ナンバープレイス等の表記が使い入れている。 2008年、高等学校英語の教科書に取り上げられた数読に関する文章について、教科書検定の結果、特定の商品の宣伝になる恐れがあるとの理由で、表記を、から、などに修正を売られたと報じられた。一方、日本国外では同社による、商標登録が行われておらず、同社が制作に関与していないものについても、の故障が用いられている場合がある。また、 従前からの名称であるの故障も引き続き用いられている。基本的な問題はこの二つで解くことが可能である。具体例としては、中級以上の手筋としては、数字が入るマスは確定しないが、ある制約により、数字が入る場所が限定され決定することがある。具体例としては、以上のような解法が一般に知られている。 日本国内で数読の問題を発表するときには、最初に盤面に提示する数字の配置を天体小型にするのが一般的である。ただし、ナンプレ等、他の名称で作成、公開されているものについては、必ずしもこの規則に従っていない。最初にヒントとして配置する数字の数は年々減少し、現在では20から30個程度が多く、 中でも二十四個のものが非常に多い。また、最初にヒントとして配置する数字の数は、少なければ少ないほど難しくなるというわけではなく、難しい数読を作ろうとすると、二十から二十五個程度になる。ニコリド、世界文化社以外のほとんどの出版社では、問題の最初にヒントとして配置する数字の数は二十四から三十八個程度で、優しいほど多く、 難しいものほど少なくなっている。数読の初期配置の最小個数は17個である。2012年1月6日、アイルランドの数学者は数読においてヒントが16個以下のものは解放を用えないということを証明した。証明にあたってはヒッティングセットアルゴリズムを用いて単純化し、2年間で700万 CPU 時間をかけ答えにたどり着いた。 以前は問題として成立する初期配置の数字の最小個数は結論が出ていなかったが、天体章の問題では18個、書質、パズル通信ニコリ31号、1990年、線対称、対角線、非対称のものでは17個、校舎の書質、パズラー187号、1997年のものが確認されていた。また、 どの初期配置の数字もそれがなかったら、唯一解でなくなる問題の初期配置の数字の最多個数は今のところ35個のものが確認されている。なお、複数の解が存在する初期配置の数字の最多個数は77個である。標準のルール以外だと、表質個数はさらに少なくなる。対角線上の数もそれぞれ一つずつ入れる対角線、ナンプレでは、 点対称、線対称、水平もしくは垂直、非対称の問題で12個のものが確認されている。ブロックの形を変更した、期化ナンプレでは、ブロックの形状次第では8個で問題が成立する。このタイプの問題の場合、NN のサイズの問題で、N-1 個表質の問題を作ることができる。この形式を含め、 数字が意味を持たない形式の場合 N-2 個以下の表質で1以下位の問題を作ることができない。数字が意味を持つ場合、表質数はさらに減る。隣接マスの相互関係を利用する不等式ナンプレや数字の合計を利用するサムナンプレではマスに一つも数字が入っていない問題が出題され、ことがある。一つ違いナンプレは隣接する。 マスの相互関係を利用する問題だが、これは表出個数を例にすることはできない。標準ルールでマスの数を増やした形式についてはあまり調べられていない。これらに対して統計を取った例はほとんどないが、ニコリ発行の数読通信によれば1616 16で74個、数読通信ボリューム1。 2006年2月特新作2525 25で241個、パズルザ・ジーアントボリューム11、2000年7月作の問題が確認されている。印刷物の形では発行されていないが、2006年7月に16、16で、表質が64個、天対象のものと62個、非対象のものが発表されている。2011年に16、16の、 最小表出数が GPCC に取り上げられた。出題時点では、上記の62個が最小となっていたが、2011年4月11日現在56個のものが発見されている。フランスの日刊紙、ルシエクルは1892年に2桁の数字を使用する同様のパズルを掲載している。 1895年には別の日刊誌、ラ・フランスが一桁の数字で救急の版面を埋めるパズルを掲載しているが、これは三3のブロックを用いていなかった。これらのパズルはしばらくフランスのいくつかの新聞に毎週掲載されていたが、いずれも第一次世界大戦前後には姿を消した。現在の数読はアメリカ人建築家が匿名で考案したものである。これは18世紀に、 スイスの数学者、レオンハルト・オイラーが考案した、ラテン法人あるいは、オイラー法人と呼ばれるものに、三々のブロックという新たな制限を付け加え、ペンシルパズルとしたものである。これは、ナンバープレイスの名前で1979年に、ニューヨークの出版社、デルマガジン社から初めて出版された。当時から、フィギュアープレイスという名称も存在している。 日本には、ニコリの月刊ニコリスト1984年4月号で、数字は独身に限るの題で、初めて紹介された。命名者はニコリ社長のカジマコトキである。1988年4月1日、ニコリから単行本、ペンシルパズル本録、数読1が刊行された際、ニコリによる公式な略称として、数読という名称が使用され始めた。 以後数年間は、数字は独身に限るの方が引き続き正式名称で、数読が正式名称となったのは1992年3月1日発行のパズル通信ニコリ三37号春分からである。世界的な流行は、1997年に59歳のニュージーランド人が日本の書店で数読の本を手に取ったことに始まる。グールドは年後、数読を コンピュータで自動生成するプログラムを作ることに成功。イギリスの新聞、タイムズに売り込み、2004年11月12日からの名で連載を開始した。2005年4月から5月にかけて、ブームに火がつき、インデペンデント、ガーディアン、雑賛、デイリー・ミラーなどイギリスの主要日刊誌にのきなみ、掲載されるという状況になった。2005年7月1日には、 テレビ局スカイワンが数読をテーマにした初のテレビ番組を放映。イギリスでの人気は他国にも飛び火し、パズルとしては1980年頃のルービックキューブ以来の大流行と言われた。2006年3月10日、11日にはイタリアのルッカで初の世界選手権が開催され、22カ国85名が参加した。優勝はチェコの女性やナティローバである。 女性が国際的なパズル選手権で優勝するのは世界パズル選手権でも例がないことだった。日本代表はパズル作家の西尾哲也の4位が最高だった。2007年にはプラハで第2回大会が開催され、個人ではアメリカのトーマス・スナイダーがチームでは日本が優勝した。またこれに伴い日本では 世界選手権の参加者の選抜を兼ねた日本選手が行われた。この大会は日本パズル選手権、世界パズル選手権の日本代表選考を兼ねると同様世界文化者が主催している。選手権の正式名称は世界数読選手権だが公式な日本語名は商標の関係もあり世界ナンプレ選手権となっている。数読の中には 新しいルールを付加したり一部のルールを変更したものが多く存在する。一般的な数読は枠の大きさが9 9であるが、一辺のマスの数を増やして大型化したものが考えられる。ブロック分けの関係上、一辺のマスの数は平方数にすることが多い。16、16や25、25程度のサイズは比較的よく見られ、迷子のように掲載している専門誌もある。 これ以上のサイズでは3636 36のものが世界文化社発行のナンプレ1997年11月号に掲載されている。今までにパズル誌で発表された最大の問題は4949 49である。平方数にせず各ブロックを長方形に分割した問題もあり、世界選手権においては6623のブロックが6個の問題が出題されている。 数読のルールに新たな条件を追加したものがある。代表的なものには以下のようなものがある。追加の条件にはそれ自体が回答のヒントとなるものも多いため、同程度の難易度の通常の問題に比べ始めから数字で埋められているマスは少ないことが多い。ルールの一部を変更したものがある。最も代表的なものは本来三三の正方形であるブロックの形状を 変更したものであり、木化、模様ナンプレなどの名称で呼ばれる。他に、立方体の表面上に数字を並べるものや、数字が2つ入るマスを設け、各列に10個ずつ数字が入るもの、などがある。入る数字の表記法を制限して、表記の一部を表示するタイプの問題がある。世界選手権では、以下のようなものを入れる問題が登場した。前期のウェイングールドが、 タイムズ紙に問題を提供していた例のように、コンピュータを用いて、数読の問題を回答したり作成したりすることも、広く行われている。日本でも、インフォレストが2004年1月からプログラムで、生成された問題を紙面に掲載しているなど、コンピュータによって作成された問題が商業紙に、使用されるもも多い。ルールの単純さから、多くの回答プログラムが作られており、 フリーウェアとして公開されているものも多い。多くのプログラムは救急の標準の形式の回答しかできないが大きいサイズの問題や対角線の条件が加わったものなども解けるプログラムもある。問題作成プログラムは解の存在をチェックするために回答プログラムを内包することになるため回答プログラムよりも数は少ない。 コンピューターで問題を作成する利点としては短時間で多くの問題が作れることや盤面に17個しかないなどのより限定された条件の問題を作ることができることが挙げられる。ただし、コンピューターで面白い問題が作れるかどうかは別の話である。パズル通信にコリの編集部及び読者や西尾哲也のように日本で専門の雑誌が刊行されるよりも前から 数読を作っている作の中には、コンピュータ作成の問題より人間が手で作った問題の方が解いて面白いという意見が存在している。数読専用の電子ゲーム機やウェブサイト上でを用いたものなど様々なバリエーションが存在する。以下にゲーム機用のソフトウェアとして発売された代表的なタイトルを挙げる。数独の組み合わせパターン数は回転や反射や 順列や名前を変更することなどの左右対象を考慮に入れると54億7273万538になるとエドラッセルとフレーザー・ジャービスによって示されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。